中低域のね、パンチ力っていうのはね、全然やっぱり比べ物にならないですよね。で、最近若い方もね、カセット、ちゃんとレコードから撮ったカセットの音を聞くとね、びっくりするんですね、みんなね。ものすごい迫力がありますね、つってね。やっぱ最近のハイレゾの音に慣れてる人はね、いい状態で録音されたカセットテープの音を聞くとね、本当に感動するみたいでね。まあ、そういうこともあってね、ちょっと流行ってんのかな。そのレトロなね、ちょっと曇った音っていうイメージ持ってる人いるかもしれないんだけど、本当のカセットテープのいい音を聞くとね、ちょっと見直すと思いますよ。で、海外のミュージシャンとかなんかはね、新婦もはね。い、どうもこんにちは。最近ね、ラジカセばっかりやってますけどね、また今日もね、カセットの話です。で、今日はね、カセットテープのお話、機械じゃなくてね。で、僕のチャンネルはね、見ていただいてる方がね、同世代の方がね、多いんですよ。50代、60代の方がね。それで、まあ、最近、そのラジカセをやってる関係でね、カセットテープに関するご質問をね、ちょくちょくいただくんですけど、まずね、僕は学生の頃ね、使ってたのは TDK が多いんですよ。TDK と、まあ、マクセル。まあ、ほとんどの方がね、そうなんですけど、どっちかっていうと僕は TDK の方がね、好きだったんですよ。で、TDK の中でこの AD っていうのはね、これノーマルテープなんですけどね、が好きだったんですよ。で、まあ、Chrome のね、SA とかなんかも、使ってましたけど、まあ、やっぱり AD の素直な音が好きかなっていう、あれでね。で、途中からね、この、AD の上に OD っていうのが出たんですよ。これがね、AD のクリア、音のね、クリアさを残しながら、中低域のパンチがね、ちょっとあるってやつでね、なかなか、これもね、いい音だったんですけど。まあ、ジャンルによってはね、ちょっと、中音域がきつくなりすぎるかなっていうのがあったんだけど、まあ、トータルのバランスで言うと、やっぱり AD がね、個人的には好きでしたね。で、マクセルはね、この対抗モデルとしてはね、UD っていうのがあったんだけど、UD はね、ちょっとやっぱこう AD と比較するとね、ちょっと広域の伸びがね、いまいちかなっていうのがね、個人的にはあったんですよ。で、まあその UD でもね、UD の XL1 っていうのと XL2 っていう、その、こう派生モデルみたいなのがね、あってね。XL1 はね、結構好きだったですね。それはね、あくまでも、その、カセットデッキで録音するときに、無調整の状態での比較ね。細かく厳密に、その、テープに合わせた調整をすればね、いいとは思うんだけど、まあ、学生の頃はね、追求するにも、持ってた機械がね、そんなに、ハイエンドなモデルではなかったですからね。僕は学生時代はね、メインで使ってたのがソニーのデンスケね、TC の 3000SD ってやつだったんだけど、まあ、細かい調整はね、正直できないですよ。まあ、マニュアル録音でね、やってたんだけど、レコード撮ったりね、FM のエアチェックっていうのもそれをメインで使ってたんですよ。で、この前お話ししたソニーのはね、ラジカセ、1980のマーク5ね。あれと、まあ、聞くのは1980で聞くのが多かったかな。まあ、今日は聞くぞって感じの時はね、デンスケで、普通のパイオニアのね、アンプに通して大きいスピーカーでね、聞いてたんだけど、まあ、普段は1980で聞くことが多かったんだけど、まあ、それでも、その、TDK の AD でね、レコードから、撮った音とかなんかはね、今もやっぱり、聞いてもね、やっぱりいい音だなってね、思いますよ。で、今ね、手持ちにね、まあ、若い頃ね、ある程度こう整理したんだけど、でも、この前、数えたらね、200何本はあるんですよ、まだね。で、そのうちにね、8割ぐらいは大丈夫だったんだけど、あとの2割ぐらいはね、まあ、ちょっと、その、置き場所の関係とかね。あれでね、ちょっと、テープの状態がね、良くないのがあってね。まあ、生きてるのは200本ぐらい。
だったんだけど、で最近ねちょこちょこ聞いてるんですけど、で当時はねステレオで、大きいステレオでね、僕はパイオニアのプロジェクトってやつだったんだけど、それでね聞くことが多かったんだけど、まあおじさんになってからはね、ラジカセで聞いたりすることがね、まあ車の中とかね、部屋で聞くときはラジカセで聞くことが多いんだけど、で当時はね全く本当に考えられんかったんだけど、レコードならレコードの音を録音してね、忠実にその音をね変えずに再生できる形に録音したいっていうのがやっぱり前提で、レコードっていうのはもともとそのミュージシャンの人がね、できればこういう風に聞いてほしいよっていう音でちゃんと、調整してレコーディングされてるわけだから、変に味付けしないでね、そのまま忠実に再生した音で聞くのがやっぱりそのミュージシャンのね人が思ってる音なんですよ、うん、ね。だからレコードからね、まあフォノイコライザー通してカセットデッキにね、まあレベルは調整するけど、できるだけその原音に忠実な録音をしたいと。まあそれにはこの TTK の AD が素直に変に音に味付けしないでね撮れたから好きだったんだけど、でそのレコードの音源を直接カセットデッキにね流して撮ってたわけですよ。でそれはやっぱりカセットデッキで撮ったやつだから、カセットデッキで聞けばねそのまま同じ音で再生されるからいいんだけど、それをやっぱりラジカセで聞いたりするときにね、まあラジカセってその一つのこのね箱の中にデッキ部分があってアンプがあってね、こう小さいスピーカー、まあモノラルだけどねあって、それで再生するから、やっぱりステレオでカセットデッキで撮った音をカセットデッキで流して聞くのとはやっぱりある程度その制限があるからね、うん、微妙に違うわけですよ、うん、まあ、ラジカセだからねちょっとパンチのある音は、中低域のパンチのある音はそこそこ出るんだけど、やっぱり原音とはちょっと違う形だから、ラジカセで鳴らすときは本来はラジカセ向きの、ラジカセで鳴らすようにイコライジングした音でね撮るのが一番いいんだけど、まあ当時はねとにかくその原盤としてね、残す音源として、忠実のレコードの音を忠実にね、こっち映した音で、記録しておきたいっていう、当時はそうだったんだけど、で、さっき言ったみたいにね、もうおじさんになってからはラジカセで聞くことが多くなったから、普段ねラジカセでメインで鳴らすためのカセットテープをね、取り直してるんですよ。最近ちょこちょこね時間のある時にやってるんだけど、で当時としてはねやっぱ考えられんかったですね。ラジカセ用に、わざわざそのレコードとかね CD とかなんかの音源を一回イコライザーに通してね、ラジカセ用にイコライジングね音を、まあこの曲はちょっと中低域足した方がいいかなとか、高域をちょっと足した方がいいか、逆に減らした方がいいかなとか、ラジカセで鳴らすのを前提の音作りでカセットテープに最近はね取るようにしてるんですよ。うん、当時だったら絶対そんなことはしなかっただろうなと、そんな邪道なことはしないって思ったでしょうね当時はね。今はもうラジカセがメインで聞くデバイスとしてね普段聞いてるから、もうラジカセ用に合わせてね撮り直してるっていう感じ。そんなカセットテープにわざわざ撮らなくてもいいじゃんね、 MP3 で SD カードとかね、スマホで聞けばいいじゃんと思うかもしれないけどね若い人は。ねやっぱカセットテープの音はね、その広域は確かにね今のハイレゾの時代じゃ全然負けちゃうよ、うん、ただおじさんになるとねあんまりその高い方の周波数の音は聞こえなくなっちゃうからね。まあ吉村聞こえたとしても、そのカセットテープに録音された音ってねやっぱね CD 音源とかね MP の音源とはね全然やっぱ違うんですよ、うん、その幅のね下の、まあ下の中低域っていうのはカセットテープっていうのは結構得意なんだよ。
あの広域はね、落ちるんだけど、落ちるっていうか今のね最近のハイレゾとかなんかに比べるとやっぱ上は負けちゃうんだけど、中低域のねパンチ力っていうのはね全然やっぱり比べ物にならないですよね。で最近若い方もねカセットちゃんとレコードから撮ったカセットの音を聞くとねびっくりするんですね。みんなねものすごい迫力がありますねって言ってね、やっぱ最近のハイレゾの音に慣れてる人はねいい状態で録音されたカセットテープの音を聞くとね本当に感動するみたいでね、まあそういうこともあってね、ちょっと流行ってんのかな、そのレトロなねちょっと曇った音っていうイメージを持ってる人いるかもしれないんだけど、本当のカセットテープのいい音を聞くとね、ちょっと見直すと思いますよ。で、海外のミュージシャンとかなんかはね、新譜もね、新しいアルバムもカセットテープで出してる人がね、どんどん増えてきてるからね。国内でもカセットで出してる人いるんじゃない？確かなんか話してたけどね、そうやってね。で、そのカセットテープがね、今 AD ってね、新品じゃ売ってないんで、売ってるのかな？アマゾンとかなんかで売ってるのは多分当時のデッドストックとかね、中古とかなんかだと思うんだけど、僕もね、AD とか、こう、マキサルの UD とかね、たくさんあるんだ、生テープあるんだけど、やっぱ、その40年前の当時のやつだからね、どうしてもテープのね、こう、わかめ状にちょっとなってきてるんだよね。で、この前もね、ちょっと何本か撮ったんだけど、やっぱね、音がよれちゃうんですよね。揺れちゃう。機械のワウフラッターじゃなくて、テープの材質そのものから発生するワウフラッターでね、ちょっと辛いかな。特にピアノの演奏曲なんていうのはちょっと聞いてられないかなっていうレベルになっちゃうから、まあどうしてもね、新しいカセットテープをね、使うしかないわけですよ。で、最近ね、マクセルだとね、標準で売ってるのが UR ってやつね。これ、多分ね、当時で言ったら UL っていう一番下のグレードと同じかな。で、これもね、TDK、これ最近のやつだけど、AE ってやつね。これも当時で言ったら TDK の D ってやつじゃないかな。AD の下のやつね。両方の下のグレードのやつなんだけど、正直ね、当時の、もしね、AD が新品であったとして、こう、同じ状態ね、同じ機械で録音した場合はね、もう月とすっぽんぐらいやっぱり AD っていうの音いいんですよ。で、もちろんね、この最近近年に作られたもんだから品質はもちろんいいと思うんだけど、まあ、同じ状態、同じデッキで同じ状態で録音したらね、やっぱり負けちゃう。どっちかって言ってね、ちょっと曇ったような感じの音なんですよ。あんまり広域に伸びがない。で、今日はね、ここからが大事なお話でね、ご質問いただいた方ね、今はね、マクセルだとこう UR ね、TDK の AE、この二つのメーカーね、代表の二つのメーカーで言うと、この種類が選べないですよね、つってね、テープの種類が。で、カセットデッキで撮っても、ラジカセで撮っても、やっぱり、当時学生の時使ってた、ね、AD とか、ちょっとグレードの高い、テープと比べると、やっぱり音質ってかなり悪いですよねって、ね、言われるんですよ。僕もね、そう思います。ただ、それはね、あくまで、全く、吊るしの状態ね、カセットデッキで、無調整で録音した場合は、やっぱり全然、いいですよ。AD の方が。で、調整の仕方一つでね、この TDK の AE でも、AD、ね、当時の AD に近いぐらいの音までね、ある程度はね、持っていけるんですよ。ただ、それは、調整できる機械ね、調整できるカセット、デッキじゃないとちょっと難しい。まあ、やり方はあるんだけど、簡単に操作するのは、やっぱりそれなりのカセットデッキが、必要になってくるんですよ。で、これがね、これ僕が大好きな機械なんだけど、TD のね、707ってもうこれ、どうかな、15、6年使ってるかな。これね、1900、
1990何年だったかな。まあとにかく僕は30代の時のカセットデッキなんだけど、まあだから30年以上前のやつなんだけど、あの3ヘッドでね、あの音いいんですよこれ。で当時使ってたやつはちょっとぶっ壊れちゃったからね、これはあのもう15、6年前に中古でね程度のいいやつを譲ってもらって買って、でまあ整備してね今も元気で使ってるんだけど、やっぱり音いいんですよ。うん、でまあドルビーはね B と C で2つなってて、で3ヘッドだからね、よくね3ヘッドって音そんなにいいんですかって聞かれるんだけど、あのいいですよ、やっぱり録音するのと再生するのがね別に担当してるわけだからね、消去ヘッドがあって次録音して録音した音が次のヘッドでね再生される、だから3ヘッドって言うんだけど、何がいいかというと単独だから音はもちろんいいんだけど、録音した音を隣の再生ヘッドがすぐ再生してくれるからね、でテープの状態とか録音状態が悪いとすぐわかるわけですよ、撮った音がすぐ聞けるからね3ヘッドっていうのは。2ヘッドっていうのは録音してるときは録音ヘッドだからね再生できないんですよ。でテープを全部取り終わってから巻き戻して再生して初めて録音した音を確認できるでしょ。これ2ヘッド。普通のラジカセとかなんかと同じね。2ヘッド。まあカセットデッキもほとんど、中級クラスのカセットデッキっていうのはほとんど2ヘッドなんだけど、で、こういう3ヘッドっていうのはやっぱ高いからね。うん。撮った音をすぐ聞ける。だから、その、音だけの問題じゃなくて、その、録音するときもすごい便利だよっていう。やつなんだけど、でこのねその DD のこのね V707 っていうやつはね、あのだいたい当時のやつも中級以上のカセットデッキにはだいたいついてたんだけど、このねバイアス調整っていうのがねついてるんですよ。うん、バイアスってね何かっていうとね、うん、これね同じ50代60代の人でもねあのよく分かってない方がね多いと思うんだけど、まあオーディオマニアの人とかねオーディオ好きの人では当たり前のお話なんだけど、あのカセットデッキってね、まあラジカセもそうなんだけど、その磁気のね磁性帯のテープに音を記録するわけですよ。うん、で音の信号をねそのテープを磁化させるための電流を流してね、こう磁力を発生させて記録させていくわけですよ。ただそのラインが入ってくる信号というのはね磁化はテープを磁化させるためのねパワーはないわけですよ。まあざっくり言うよ、うん、その電流としては低いわけですよ。だからその磁性帯に録音するできるレベルにねこう電流を上げて入れて持ち上げるわけですよ。うん、それがバイアスって言うんだけど、そのヘッドにかける、ね、電流にかける、その電流の強さをバイアスって言うんだけど、それが、あの、カセットテープの種類、まあ、ノーマルテープ、ね、ノーマルバイアスと、あとクロムだったらハイバイアスとかね、まあメタルとかいろいろあるでしょ。そのカセットテープに合わせた電流のバイアスのかけ具合ってあるんだけど、同じそのノーマルテープの中でもね、やっぱりメーカーとかね、いろいろ種類によって、このくらいでバイアスをかけるといいよっていうのがやっぱね違うわけですよ、テープの種類によってね。うん、であのね当時のねこの TDK の AD っていうのはそのバイアス調整ない機械でもまあみんなが使うスタンダードな機械で撮ってもいい感じで忠実にレコードの音をね忠実に録音できるっていう良さがあったというかな。まあ僕はそう思ってたんだけど。で、じゃあ、当時ね、その調整できないデッキで、もしこの AE を使うと、やっぱりね、いまいちなんですよ、音ね。うん。何もしないとね。これではいい音取れるんだけど、そのいくらいいデッキでもね、無調整で AE で取るとね、やっぱり曇った音になっちゃうんですよ。で、その時に、このテープはこのテープで、そのバイアス調整だけしてあげれば、これにかなり近い音でね、
取れるようになるよっていうことなんだけど、そのバイアスをね、で、まあ基準があってね、バイアス電流かけるのに、まあ基準があってね、で、まあキャリブレーションっていう、こうスイッチがあってね、それで、あの中で発信の信号を流すわけですよ。で、それを録音ね、キャリブレーションかけて、録音して、あの、メーターを合わせるわけですよ、基準にね。まあ、この0の位置に、このつまみをね、録音、キャリブレーションの録音しながら調整していくわけですよ。で、その0の位置にね、メーターが来るようにって調整する。それが基準なんですよ。で、それが、もし AE で調整すると、その0になった時点、その位置がね、この AE にちょうどいい、バッチリのバイアスですよってなるんだけど、それはあくまでその基準ね。うん。でもやっぱりこのテープの性能の限界があるからね。うん。まあ、実際キャリブレーションをかけてバッチリの状態でやってもやっぱり AE の音だなっていう風になっちゃうんですよ。だから、あの、ここでね、コツとしてはね、その基準のバイアスね、ゼロの基準から、こう、バイアスをね、ちょっと下げていくんですよ。マイナスの方に。7割とか8割。ね、あんまり下げすぎるとね、ちょっと、いろいろ音がね、変になっちゃうんだけど。ただ、中のね、ボリュームもその半固定のボリュームにつながってて調整するようになってるから、加減幅っていうのはそんなにね、通常のボリュームみたいには多くないんだけど、あまり絞り切っちゃうと、じゃあ、広域がね、綺麗になるからってことで、絞り切っちゃうと、ちょっとまた、違う意味でまずくなってっちゃうんだけど、気持ち基準より、ちょっとバイアスをね、下げ気味に録音すると、広域がね、綺麗に取れるんですよ。うん。で、AE でもね、この、TDK のね、AD で撮ったのと同じぐらい、同じとは言わんけど、かなり近い位置まで持っていける。で、この UR もね、このマクセルの UR も、これどっちかっていうと AE よりもっと曇ってんだよね、音ね。これどっちがいいですかって言われたら、まだ AE の方がマシかなって思う。うん。まあ、マクセルさんにはね、ほんと申し訳ないんだけど、これ特徴だから仕方がないんだよね。昔からだからね、マクセルどっちか中低域寄りの、うん、このボーカルだけの音とかね、喋りの音を取るには、このマクセルのこう UR いいと思うんだけどね。音楽だとかなり調整しないとちょっと辛いかなっていうのがあってね。だからあくまで僕の個人的な感想というか意見だけどね。で、そのバイアス調整ね、すれば AE でもいい音が取れるよと。だからそのわざわざね、そのプレミア価格になった Amazon でもあるでしょ、昔の、SA とかね、ノーマルテープの AD とか、OD もだけど結構高くなったでしょ、当時の3倍ぐらいの値段になってるでしょ。まあ金に糸目はつけんでそういうのを買うよっていう人はそれでいいと思うんだけど、別に最近売ってるこの安いテープでもバイアス調整一つで、綺麗な広域でね、取れるよっていうことなんだけど、もう今近年出てるカセットデッキでね、バイアス調整のできるカセットデッキなんていうのはほとんどないからね、高級機はもちろんあるけどね。で、中古だとね、これも30年前のカセットデッキでも、これ当時ね、確かね、6万円台後半、まあ、7万円前後の機械なんですよ、これ。これね、今中古相場ね、10万から15万なんですよ、これ。うん。まあ、玉数もないしね。うん。で、この、結構ね、マニアの人は知ってると思うんだけど、この707っていうね、ビクターの707っていうこのモデルね、作りめちゃくちゃいいんですよ、やっぱり。うん。で、中古で出てても、程度のいいやつ結構残ってるんですよ。壊れてないんですよ、あんまりね、これね。うん。でね、中開けて分解してみてもわかんないけど、やっぱりね、やっぱりそのバブル期じゃないけどね、結構お金かけてるなっていう作り方でね、うん、しっかりしてる。で、このカセットのデッキ部分もね、デュアルキャプスターにして、そのゴムローラーあるでしょ。ゴムローラーとこの鉄のシャフターでしょ。ピンチローラー。ピンチローラーとキャプスターっていう駆動側がね、二つなんですよ。デュアルキャプスターって二つついてんだけど、で、ダイレクトドライブだからね、ここにモーターが
ついてる形になってるんですよ、これ。だからワウフラッターっていうのもかなり、ワウフラッターって音の揺れね、あれもすごい少ないんですよ。これ確かね、当時 0.02 とか3とかその辺ですよ。で、この前もね、お話したんだけど、最近のカセットデッキね、この近年に出たカセットデッキのワウフラッターっていうのは、だいたい 0.2 とか3とか、まあ 0.25 っていうのが多いかな、中国製のやつだとね。だからね、桁が一桁違うんですよ。これ 0.02 でしょ。うん。で、近年のカセットデッキは 0.25 だから。普通にね、ハードロックとかね、メタル系を聞くとね、あんまりわかんないんだけど、ピアノの音、曲とかね、そのロックでもピアノが入ってるような、ピアノソロが入ってるようなやつは、正直ね、0.25% のワウフラッターだとね、ちょっと辛い。うん、特にね、僕みたいにギターやってる人ね、楽器やってる人ね、0.25% のワウフラッターだと、もう計算してもらえばわかると思うけど、それだけピッチがずれるとね、もうチューニングでイライラしちゃうぐらいのレベルなんですよ、0.25% って、うん。楽器やらないからあんまりその辺気にならないよっていう人が多いと思うんだけど、楽器やってる人は無理。うん、0.25% のカセットデッキで、うん、ピアノの曲を聴くっていう内容、ちょっと辛いね。で、前もブログにも書いたけど、あの、ビートルズのね、A Day in the Life のエンディング、じゃじゃーんで終わるでしょ。あれ、音を減衰していくときに、あれ 0.25% で音揺れしてたら、かなり気持ち悪いレコードになっちゃう。うん、そんなレベルなんですよ。だから、もしね、中古で、これね、これね、ハードオフとかなんか行くとね、たまにある。うん。で、あのね、このビクターのね、707ね、これね、多分ね、ハードオフで売ってた、安く売ってたらね、絶対買いですよ。あの、ね、修理すごいしやすいんですよ、これ。で、あんまり機械に詳しくない人でも、あの、直せる。で、基板調整もね、なんかおかしいとこあったらね、すごいやりやすいようになってるんですよ、この当時のカセットデッキってね。だいたい似たようなみんなデザインなんだけど、まあこのカセットのデッキ部分がね、真ん中にあったりとか右側にあったりとか、これこの後になると右側になるのかな、うん。まあその辺はいろいろあるんだけど、とにかく当時のね、90年代のバブル期にできたカセットデッキはね、修理しやすいんですよ、すごい。うん。だからね、中古でもしね、ハードオフで程度いいのはあんま出てないと思うんだけど、まあそこそこくたびれてるなっていうのでも、結構手入れればね、あの使えるの結構ありますからね、一回あのもしね、その当時のカセットデッキ欲しいなって思ってる人はね、あ、50代60代の、ね、同年代の人でね、もう一回当時のカセット欲しいなって思ってる人はね、一回ハードオフ覗いてみるとね、いいと思いますよ。で、おすすめは僕のこのね、707ね。もうこれ2代目だからね、僕ね。もう、めちゃくちゃ使いやすいですよ、これ。うん。音もいいしね。ただね、ちょっとやっぱり、もう中古で買って15年だから、ね、ちょっとロジックのね、動作がね、たまにおかしくなるんだけど、ストップと同時に、ね、こう、トレイが開いたりね。まあ、その辺ご愛嬌で、ね、最近はね、あの、騙しながらやってるのが楽しいからね。まあ、わざと直さないんだけどね。うん。なんか楽しいんですよ、こいつとのやりとりがね。うん。ただ、あの、録音するときにいい音で撮れてくれればね、その辺は、あの、ご愛嬌でね、許せる範囲ですからね。はい、そういうことで、ね、ちょっと長くなっちゃったけど、今の、こう、安いグレードのカセットテープも、そのテープのね、この何ていうかな、このテープそのもののその基準に合わせてね、調整バイアスね、バイアス、まあ高いデッキしかついてないんだけど、バイアス調整すると全然綺麗な音で取れますよって。このマクセルの UR でもね、びっくりするぐらいな綺麗な広域で取れますよ、こういうバイアス調整で。ね、ひょっとしたらね、僕らの同じ年代の5、60の人はね、こうバイアス調整ついてるカセットデッキ持ってる人ね、意外に多いと思うんですよ。
ただ調整をねやったことがないとかね、こうキャリブレーション使ったことないっていう人がね多いと思うんですよ。で、やり方はね、そのさっき言ったみたいにね、基準のキャリブレーションで0の位置に合わせて云々より、まあそれが一番いいんだけど、音楽ソース流してね、録音状態にして、このバイアスをね、ちょっと左マイナス側へね、減らす形でちょっとずつ音を3ヘッドでね、再生、録音してすぐ再生、ね、モニターをテープにしておいてね、録音しながらテープの音をね、聞きながらバイアスをね、ちょっと左に回しながらね、チェックしながらやるとね、ここっていうところが見つかりますから。あ、この音。だって原音と、このモニターね、切り替えてね、ソースの音とテープの音を切り替えて、モニター、ヘッドホンでモニターしながらね、バイアス調整を して、その、ソースの音とテープの音のね、音が、音質がね、ほとんどずれてないような感じ。だいたい忠実に取れてるなっていう位置をね、探せばね、そのテープに合わせたね、バイアス調整できると思いますよ。で、同じテープしか使わないんだったらもう、そこでね、なんか印言うっていうか、もう、触らないようにしていけばいいわけでね。まあ、いろんなテープ使いたいよっていう人は、そのテープに合わせてね、バイアス調整して、そこにシール貼っていくといいね。UR の時はこことか、TDK の AE の時はここに回せとかね。まあ、ほとんどの人がね、大好きなテープ一種類をずっと使うと思うからね。うん。まあ、僕は AE と UR とね、両方、最近のやつはね、この安いやつを使ってるからね。で、その、どっちかにね、合わせてね、バイアスは動かしてるんだけど、いつもね、録音するときはね。そんな感じでね、やってます。うん。で、こいつで聞くためじゃなくてね、さっき言ったみたいに、ラジカセね、1980とか、カプセル9000ね、ソニーの、CF の9000で聞くため用に録音してる。だからそのラジカセで鳴らすときにベストな状態になるように、イコライジングね、イコライザーを通して、あえて通して、そこでイコライジングして、カセットデッキに送って録音してるっていう形にしてます。当時は絶対しなかったね、そんなことはね。もうすべて忠実、原音に忠実に録音する、をモットーにしてましたかね。まあ、最近はちょっと違うね。やっぱりね、なんかやりながら、大人になってくるとね、おじさんになってくると、なんかやりながら聞きたい。だけど、普通のスマホの BGM じゃ、やっぱり、なんかシャリシャリした音であんまり好きじゃないと。ドンシャリやドンシャリでいいんだけどね。カセットテープはカセットテープの音の良さがあるからね。もうね、年齢、ね、年取ってくるとどんどんね、そのシャカシャカ音がね、心地よくない時もあるんですよ、やっぱり。やっぱ中低期がこうリッチなね、こう、しっかり密度の、こう、詰まった音が欲しいなっていう時あるんですよ、やっぱりね。そういう時やっぱりラジカセとかね、こういうカセットテープの音っていうのはね、めちゃくちゃおじさんの耳にはね、優しいわけですよ。はい、そういうことでね、ご質問いただいた方ね、A とか、マクセの UR でも、バイアス調整ね、一回見て、カセットデッキ。ひょっとしたらついてるかもしれないから、ついてたらラッキーですよ。バイアスをちょっとね、マイナス側へね、減らす形、基準より、標準よりちょっと。僕もね、これ UR 用だったかな。これ時間で言うとね、9時半ぐらいかな。バイアスがね。まあ、基準がこの12時だとすると、9時半ぐらいかな。10時よりは行ってるな。この辺ぐらいの位置に、ね、なってますけどね。でもちろん、こう、左右のね、入力バランスも取ってね。まあ、こう、テープに合わせてね、こういうのもね、なんか楽しいですよ。カセットテープ取るのもね。当時はね、早く、時短でね、取りたいっていうふうに思ったけど、もう、おじさんになってくると時間はあるからね。こういう、カセットの音をテープに取るのもなんか、その一つのね、めんどくさいのが
楽しいみたいなところがあるからね。はい、そういうことで、ね、今日はねカセットテープでご質問いただきました。 AE と UR の、ね、お話。 UR でもね全然いいと思います。あ、それとねもう一つ聞いたのはね、これがねちょっと前の UR かな、今新しくなったのかな、またこの維持にね変わったのかな、パッケージ違うもんね。でね、新しいのとこのちょっと前の UR とね、なんか録音、僕の知り合いがね録音比べたら昔のやつの音いいよって言って、まあ昔知ってもこの新しいやつなんだけどね、新しいのと最近のやつよりちょっと前のやつの UR の方がいいよっていう話で聞いたけど、まあこれはちょっと僕比べてないと分かんないんだけど、みたいですよ、うん、だからもし UR で買うにも前のパッケージのやつの方がねいいみたいです、うん、まあ実際のところは分かんないけどね、まあそんなには変わんないと思うけどね。はい、そういうことで、最近の近年もののカセットテープでも取り方一つでなんとかなりますよっていうお話でした。一番好きなのはやっぱりねこれ18とか、これ18まで20歳ぐらいの時のかな、だからもう40年前ですよこれね。こんなデザインがいいね、大好きね。で途中からね AD もねこういうなんか味気ない形になっちゃったんだよね、これね、うん、このデザインが好きだった。この色ね、色がね音を表してるね、このブルーのこうスカイブルーの感じでね、スカイブルー、これディープブルーだね、マリンブルーっていう、うん、こうクリアなね音でしたね、うん、で AD はねこうこのなんかギザギザが好きだったね、このメッシュの感じがね、こう当時のケースですよ、ね、はい、カセットテープのお話でした。